レーモン・ブリュースターは、アメリカ合衆国の男性プロボクサー。インディアナ州インディアナポリス出身。第14代 WBO 世界ヘビー級王者。元 IBFWBO 世界ヘビー級王者。クリス・バードはいとこ。アマチュアからキャリアを始め、1995年の全米アマチュアボクシング選手権ヘビー級王者となる。1996年11月8日、プロデビュー。 2002年2月2日、ナボ北米ヘビー級王座を獲得した。2002年12月14日、WBC アメリカ大陸ヘビー級王座を獲得した。2004年4月10日、32戦目で世界王座初挑戦。WBO 世界ヘビー級王座決定戦で、ウラジミールクリチコと対戦し、5回 TKO 勝ちで世界王座を獲得した。 2005年5月21日、2度目の防衛戦で、アンドリュー・ゴロタと対戦し、初回52秒で TKO 勝ちで2度目の防衛に成功した。この初回52秒という試合時間は、ヘビー級タイトルマッチ史上最短記録となった。2006年4月1日、4度目の防衛戦で、セルゲイ・リャコビッチと対戦し、12回判定負けで、王座から陥落した。 試合後にインタビューで1ラウンドで、左目が見えなくなったと語り、網膜剥離と診断され手術を受けることになる。2006年7月7日、IBF 及びイボ世界ヘビー級王者となったウラジミール・クリチコと再戦し、6回終了時 TKO 負けで王座から、陥落した。二千八年八月三十日、二年ぶりの復帰戦で、ナバ北米ヘビー級王座決定戦で、 ダニー・バチェルダーに5回以勝ちし王座を獲得した。同王座は防衛戦を行うことなく返上した。2009年3月14日、マイケル・スプロットに8回3から0で判定勝ち。2010年1月30日、ロバート・ヘレニウスに8回 TKO 負け。2011年1月9日、引退を表明。ロバート・ヘレニウスの試合で目を、 再び負傷したことを引退理由に挙げ、さらにエレニュスがボクシンググローブに採掘したため目を負傷させられたと自身の見解を述べた。左目の回復手術を4度受けるが全て不成功となっていた。ありがとうございます。